皆さんおはようございます。私はこの磯田康雄ですね。はい、70歳になりました。言うてもみんなあるんやけどね。66歳の時に、外国大学へ行きまして、英語の勉強を開始しまして、1年目で英検G1級、合格3年目で英検1級にも合格しました。ということで、ね、この動画を作って皆さんと英語力一緒にアップということでやってます。はい、でね、今日何の話ということで、一応ね、ここに出てますように、ちょっともうちょっと細かいことが決まったんですよ。つまり初心者英語初心者会っていうのを始めます。はい、始めますね。で、今までこの動画プラスズーム会議っていうのをやってたんですけど、まあそれどっちかというと、まあ上級者が多いんですよね。1級とか準1級の方、それか2級ぐらいの方が多いんですよね。で、まあもちろん初心者の方も来られてるんですけども、ちょっとなんか初心者の方入りにくいというようなことも聞いてたんで、でやっぱりこう初心者ばっかりに集中した会議といいますか、相談会がいるなっていうのはもう前から感じてたんですよ。っていうのは数の上から言うたらね、一番多いのはこの初心者ですよね。一番数多い。で、一番こう、どっちっていうか分からん。で、騙される人も非常に多いですよね。で、あるいは、うまくいかないで途中で失敗してやめちゃうとか、そういう人も非常に多いんですよね。それはたまたま、正しい指導とかそういうのは してもらえない。で、なんか、うまい話に乗っていくと、金ばっかり取られて、結局何のことか分からないことをやって、時間だけが過ぎていく。要するに、チーチーパッパーしてるだけで、何にも進歩ないままに金だけが消えていくという、そういうようなところへ行ってるとか、あるいは本当にね、何していいか分かんないとか、そういう人もいてるんですよね。ですから、これはいかんということで、やっぱりここをきっちり、この初心者層をきっちりこう抑えて、こっち行ったらいいですよという道に示して行く必要があると。で、しかもほとんどやってるとこはね、もうビジネスでやってるとこばっかりやからね、ここみたいに完全ボランティアでやってるとこってまあないですよね。だからそういうとこだったら唯一正しいこと言えますからね、どれからもこう批判されずに、っていうか営業を気にせずきっちりとしたことは言えますのでね。で、それで初心者向けのそういう会をやる必要があると思って、一応英語初心者会という名前つけて、毎週土曜日の午後1時から3時までやると、で予定です。で、予定ってね、一応第1回はね、10月2日土曜日の13時から15時です。ズームを使ってやりますのでね、もしね、ズーム全然ご存じないという方だったら、どこででも簡単にすぐダウンロードできますし、使い方はもう3分もあったら誰でもできます。そんな程度のものですからね、分かんなかったら、YouTube 上にいっぱいズーム初心者の使い方っていっぱい出てますから、あれ見ていただいたらもう5分で誰でも使えるようになりますので、安心してくださいということで、ただ出てくる、全部無料なんですけど、ただ出てくるためには、ここの動画の登録とか、それからメルマガ登録をしておく必要がありますね。でないと、こちらから、入室するための、パスコードを送りますのでね。パスコードなかったら入れないので、必ず登録をしておいてくださいね。で、登録するとき、いろいろこう書き込みせないかん部分あるのですけど、ああいう、とこにきっちり書いていただいて、なるべくやったらね、自分はこういうことで問題を持ててこういうふうなことを考えてるんやとか、そういうのを書いていただけると、こちらとしては非常にやりやすいんですよね。別に強制ではないんですけど、それを書いてもらいますと、非常にこちらとしてはやりやすくなりますので、なるべくそういう細かいことも書いて申し込むというか登録をやってほしいですよね。そしたらスムーズにいきますので。で、次回からね、もうちょっとボランティアの方頼んでたんですよ、その英語初心者会の。で、幸いこのいつもやってる ズーム会、こっちは仮に、アドバン、上級者と言いますかね、アドバンスドですよね、先輩方のやってるとこで、ちょっとボランティアで初心者の相談に乗ってくれる方いませんかという募集したら、非常に優秀な方が3名来られてるんですよね。最初にも名前言うときますけども、ニュージーランドの松本さんですよね。この方はもう30年海外生活してて、英語ペラペラというか英語で生活してる方ですよね。同じくドクター K、もうこの方
方も、30年以上英語で生活されている方で、現在オランダにおられる方ですよね。もともと国連の職員もやっておられたという方で、日本語より英語の方が得意という方ですね。さらに竹川さんですね、竹川先生ですね。この方は竹川英語スクールで、ここの概要欄に貼り付けてありますよね。いつも貼り付けてある。あそこの竹川英会話スクールをやっておられて、いろんな方にこう教えるのに慣れてるんですよね。そういう、非常に良心的な経営やってられるので、こちらは推薦してます。そういう先生が3人ボランティアで協力していただけるということになりましたのでね、これね、ほんまにね、金払って出したらもうものすごい金額になるんだよね。たまたま、まあ、私こんなことボランティアでやってるから、あ、それやったら協力するよということで、無料でやっていただいてますので、無料でできるということになっております。ぜひこの機会ね、だからこんな機会ちょっとないですよね。で、まあ、なるべく毎週で やっていけるようにしていくつもりです。ただそのボランティアの先生方はね、毎回来れるかどうかはね、それぞれの事情もありますのでね、来れるときは来るという感じでの参加になりますね。はい。それからあと、まあ、ついでに言うときますと、次、ズーム飲み会ってあるんだよね。今度の土曜日の夜からね、これは、いつもね、土曜日に飲み会やったら、その次の日曜日は通常の、ズーム会やって、で、その次は飲み会やってということで、交互に、やっていくという形で展開してる話で、まあ、英語絡みの話で、それ以外に様々な内容が、話してるんですよね。で、まあね、一回ね、初心者そういうのを見たら面白いですよね。ね、初心者には悩みあるって、上級者には悩みないから、そんなことないんですよね。上級者も悩み持ってるんですよね。そういうことが分かりますね、出ていただいたらね。で、やっぱり、それとやっぱりまあね、仕事とか家庭とか様々そういった問題を、がありますよね。人生上の悩みというか問題というんですかね、そういうのがありますよね。そういう中で英語やりながらどういうふうにしてやってきてるのかということが分かるので、そういうの出ると非常にこう参考になりますよね。で、これが今度の土曜日にあります。これはまあいつも人気のフィーチャーですね。それは、はい。もう、飲み会の時だけ出てくるっていう人もいるぐらいだから、面白いですね。はい。そういうの出ていただくと、また、こう、新鮮な気分で英語に迎えるということができますね。まあ、そういうのが、今日のちょっと話で、まあ、どういうふうになっていくか、やってみなければわかりませんけどね。なるべく、申し込みされる時に、登録の時にね、個人的なそういう希望とか、目標とか書いていただきますと、助かりますという、そういう話ですね。では、今日はこれで終わりますので、どうも。